皆さんこんにちは、朝です。キキは昨日歯が抜けました。こんにちは。はい、で何するんですか？10円パンを作ります。はい、粉入れますよ。はい、まず粉、まだ粉入れないって書いてある。キキって卵はだるまいよね。水、え、何、水、あ、水2人で入れよう、持って。いや、いい。なんで？ねえ、生地卵やったじゃん。うん、じゃあ固定固定ね。やっぱあなたが混ぜなさい。生地が混ぜるの、粉も入れて。生地粉入れるのだ。うん、じゃあレズリーも割りさして。え、最初これ？うん、混ぜます。じゃあ10秒混ぜて。10、20、30、40、50、60、70、80、90、早い。はい、次粉入れるって。あ、生地が入れる。さて、開け口どこ？全部入れるのかな。全部入れてるの。少しダマが残る程度ってどういうこと？ダマっていうのは粉の塊。あ、生地、ちょっと待って、粉でやろうか。嫌だよこれ。なんか変な記憶。あー、ちょっと私が心配なんですけど、やばいよ。軽く混ぜてよ。めちゃくちゃ混ぜないだって。もうちょい出ていい？かけてないの？まだ混ぜて入れていいと。もう OK ですよ。あとちょっと、これだけ？入れすぎや。これくらい、少しダマが残ればいい。それでちょっと混ぜる。混ぜすぎないって書いてある。あ、それぐらいでいいって書いてある。これちょっとまだ洗ってないから、洗ってもらおうかな。あ、すねで、なんでハンドソープで洗ってるの？え、泡で洗ってるみたいな。シャワー洗剤。びっくりした。外れた。うん、そう、大丈夫、外れやつ。ああ、下痢だ。おっそ、ちゃんと洗ってるんだよ、こっちは。よ、ババアババアって大事なこと。キキ、キキまだ6歳なのに。85歳だと思ってた。ねえねえ、なんだこれ全部入れてないの？え、あ、ダマが少し残るっつって。全部入れて、頭ね、そう、しっかり混ぜちゃっても大丈夫。しっかり混ぜて大丈夫だった。なんでこんなちょっと残したの？少しダマを残したいってから。この袋に残したの、ダマを。そう。うちさあ、うん、自分の生まれだから主を言えないじゃん。おはようございます。あ、10円パン作ったの。そう、よくわかったね。うん、楽しみ待ってて。うん、またちょっと。何持ってるの？お金。お金？はい。お、ありがとう。これ何円？これ何円？200円。ありがとう。なんか落ちてない？うん、落ちてないよ。見て。両面を中火で30秒ずつ温めます。30秒ぐらいいったかな。これが、この模様が隠れるぐらい、まずちょっと入れるって。これ、お店だとここにチーズとかさ、はい、クリームとか入れる。チーズ入れんだったら、スライスチーズ、スライスチーズか、
伸ばしたかったら、あれ、裂けるチーズ。裂けるチーズ。うまくいくかな。いくんじゃない。ウィーン。隠すように入れる。すごいな。よし、じゃあ閉じてください。閉じて、キキのタクルゴーゴーだ。で、これをかける。よし、じゃあファイヤーしていきます。やっていきます。弱火でまず3分、18分までいきます。楽しみだね。今焼いてます。あ、油引いてないじゃん。やば。油引き忘れた。ホットケーキミックス。ラスト。溢れてきた、なんか。ホットケーキミックス。ね、もうやめる。焼けてる証拠だ。ちょっと待って。うんこ。バリバリバリ。切れすぎたのかな。やばいじゃん。どういう状況？わかんない。押さえてればいいのかな。中でジュクジュクジュクってなってて。膨らんでんだよね。今こんな感じ。ほら。うんこ。はい、18分だった。はい、ひっくり返します。これでまた3分。あと2分。うまくいってるかな。お願い、うまくいって。火を止めてから焼き具合を確認して取り出します。これ。いきます。お、プシュー言ってる。お、おお、おお、見える？こんな感じ。意外と甘く焼けてる。すごい。いや、結構甘く焼けてるよ。すごい。ブリブリって。あ、伸びる、母ちゃん。あ、でも食べてる。なんで？もう勝手に一人で食べてる子がいました。カービー。でもこれから今さ、止まるから。ああ、待って。でも温かいうちに食べてていい。よし。いいね。そしたら蓋閉じて。で、ここかける。よし、オッケー。じゃあ、ファイヤーしていきます。まずは3分。まだかい。まだ。お、35。オッケー。5負けない。せーの。あれ。お、ちょっと抜けてるよ。こっちにした方がいいな。わー。おー、いい感じ。いいですね。いただきます。うん、うまい。あっちだ。10円。こんな感じや、10円パンが。こんな感じでーす。こんな感じ、うんこまんまに感じ。うんこまんまって何？あら、あら！おいで。手を合わせてください。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また見てね。バイバーイ。クッキングでしたー。